はい、どうも松原です。今日は Google Chrome というブラウザを、インストールする方法を解説します。まずね、ブラウザっていうのは、どんなものかと言いますと、インターネット上のサイトを見るためのソフトと認識していただければ構いません。例えば、Windows で言えば、インターネットエクスプローラーとかは、ブラウザソフトの一種になります。このね、ブラウザの、Google が作ったブラウザのことを Google Chrome という、名前で皆さん呼んでますね。この Chrome をインストールするメリットと言いますと、Google アカウントを持っている、方にとってはすごいね、いろんな無料サービスをこのブラウザで管理がすることができますので、とても使い勝手がいい、ブラウザになっております。さて、ではね、今日はこの Chrome をインストールしていくんですけども、まずはこちら Chrome のインストールのトップページに飛んでいきましょう。そうするとね、こちら Google Chrome を無料ダウンロードというボタンがありますので、こちらをクリックしてください。そしてね、このような利用規約の画面になるんですけども、こちら必ずね、こちらにチェックを入れた状態で、同意してインストールをクリックしてください。そうすると Google Chrome をインストールしますので、こちらインストール用のソフトがダウンロードされました。こちらを起動していただくと、このようなね、次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますかと出てきますので、はいを選んでいただくと、Google Chrome のソフトがインストールできます。このようにダウンロードして、今インストールしてますね。それで、インストールが終わりますとね、このような Google Chrome の、ブラウザ画面がこのようなものですね。ほとんどね、インターネットエクスプローラーと使い方は、変わらないんでね、使っていくうちに使い方は慣れていくと思いますが、またね、詳しい使い方、便利なね、使い方に関しては、別の動画で解説したいと思います。それでは Google Chrome のインストール方法について解説を終わります。失礼します。